自分の、コツ的には、はい、まず構えを構え足なんですけど、はい、大体基本みんなこう線があったらこう足がまっすぐだと思うんですけど、はい、まず足をこっちにするこっちに向ける、はい、ホームベースはあホームベースピッチャーはどっちですか。そうですね、ピッチャーこっち側ですか。ピッチャーこっちです、ね、はい、でこの線に沿ってちょっとキャッチャー側につま先を向ける、はい、そうなんでなんですか。そうすることによって腰が入る。ああなるほど。自分開いちゃうのは癖なんで、はい、開かないためにこっちにちょっと入れると構えるときは、力が入らないようにもうリラックスするために、肩にバットを乗せちゃう。でここはもうほぼほぼ力入ってなくてピッチャーのタイミングに合わせてこの軸を動かさないでバックステップを取ってで来た球に対してその場で回転をする。最短距離で回転、この肩口が出てくるので回転させてここでインパクトでここから左手でクッと押す感じですね。ここでインパクトのここからバン感じですね。日本はマリーボンズしか意識してます。マリーボンズ意識してます。このバッティングは高校時代からですか。いや高校時代の時は、はい、ミートだったんで。ミート中心だったんですか。ミート中心だったんで。ここ卒業してから身につけたバッティングも男子にしてから。あ、そうなんですね。はい、草野球よし、じゃあホームランしかねえなって。だから打席入るときは、はい、頭の中でホームランしか考えてないです。頭の中でホームラン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 ドーンスよしっ。あ、そういうことなんですね。で、できたホームがこれと。そうそう、軟式でホームランを打つためのホームに改造したと。あ、間違いないですね。完全に肩口からアッパーカットです。なるほど。次回は抑えれるように頑張りますので今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。2年半の努力は一生あなたの支えになるはずさ。きっと一緒に走って夢見た仲間はこれから何年先も宝さ。